おい、でけえな。おー、ちょ、待って。ゲット。はい、というわけでね、枕元に出てきたゴキブリをとっさに、近くにあったクリアスライダーで捕まえました。黒ゴキブリですね。ワニ系 CB と言いますか、ファーマーハッチと言いますか、ワイルドと言いますか、ワニ系さんですね。この黒ゴキブリ買うのもいいかなと思うんですけど、ちょっと明日から旅行に出ちゃうんで、ちょっとね、時間がないんで、今日はこのゴキブリには死んでもらおうと思います。いや、やっぱちょっとゴキブリね、うちでもいっぱい飼ってるけど、黒ゴキブリは普通に俺でもキモいなと思います。この油ぎっしゅなテカテカ。で、このトゲトゲの足もちょっとね、悪いよね、デザインがね。ちょっとまあ、ゴキブリとはいえだね、無駄に摂取をするのもあれなんで。このヒキガエルのケージに放ちます。食べました。こいつは実はね、ちょっと前から飼い始めた日本ヒキガエルです。もともといた子はこっちはアズマヒキガエルなんですけども、日本ヒキガエルも飼いたいなと思って飼い始めた子がこの子です。ゴキブリって結構汚くて菌とかいろいろついてるけど餌にするの大丈夫なんですかって言われるんですけども、基本的にまあおすすめはしないです。ただまあ、このヒキガエルたちもね、野生個体、ワイルド個体なんで、まあ普段からね、ああいったものを食べてると思うんで耐性もあるでしょうし、そんなに気にしなくてもいいかなと思ってあげてます。野生からね、食べてるものですから。まあ普段はこうやってね、カルシウムパウダーをまぶした餌用ゴキブリ、リュビア、まあ、アルゼンチン森ゴキブリですね、を与えてます。という感じで今回の動画は、自宅にゴキブリが出たので死んでもらいましたという動画でございました。また今後もね、こちらのヒキガエルたちにご飯をあげる動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。